皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。バー試練の扉上級やってきました。1戦目2匹以上同時に倒す、一撃で1000以上のダメージ、2対7に勝利、ということで今回の動画はこういったテクニカルボーナスを全て獲得して何ポイントいくかっていう、そういう動画なんですけども、一つ思ったのはね、前回よりも運ゲーになっちゃったかなって正直思いました。はい、1試合目に関しても、まあ、このゲームね、何が運ゲーかっていうと、今みたいに一番右のリザードフライミスしたじゃないですか。前回の1周目の試練の扉と比べて敵の HP が全体的に落ちてるんですよ。なので微調整っていうのが前回よりもさらに難しくなってるかなというところなんですけども、ミスったら、まあ、終わりではないんですけども、かなり進行に、支障が出るという感じでございます。全然 HP がね、本当に倍ぐらい変わっちゃったりするかもしれないんで、でまあ、今ミスったんで正直理想手ではないんですけども、まあ、全てのテクニカルボーナスを拾った上での動画となります。回し蹴り2発で大体武闘家のね、黄色オレンジになります。で一番右の方に関してはリザードフライ、さっきミスってしまったんでダメージ400ぐらいかがちょっとねダメになっちゃったということで、ちょっともったいなかったなーってとこですね。はい、でここは、戦士のギガスラッシュでとどめをさせていく。リザードフライに対して、なんだっけ、竜が疾風剣がそんなに刺さらなかったので、ここは、シンプルに全員弱点を拾えるデイン系の攻撃で、終わらせていくと。で大体6万ポイント取れればいいかなってところですね。はい、で冒頭にも言った、あまあいいや、2戦目は3匹以上同時に倒す、2匹以上眠りにする、3体内に勝利っていうことですね。で毎回スラミチ使ってるのはちょっとね、変なミスがないように一応使ってるのは毎回同じなんですけども、はい、でこれ会心の一撃が出ても終わってしまう、ミスっても難しくなってしまう。本当に運ゲー要素が高まっちゃった。これも会心の一撃なので、一番左のドラゴンフライだけがピンチになってしまうと。ふざけるなこのドラゴンフライがねえ。で武闘家は必然的に会心出やすいんでちょっと危険かなというところですね。はい、で魔法使い、これ2人ともね、最後にも紹介するんですけども、コドラウィップ、今イベント交換ができるドラゴンのメダルか、ドラゴンメダルで、交換できるコドラウィップを2人とも装備しています。というのもここで、2匹以上眠りにするってところでラリホを使ってると、間に合わなくなっちゃうというところなんですよね。間に合うとは思うんだけども、まあ、理想では打てなくなっちゃうかなってところで、ここら辺は微調整していく、眠らせた後にね。でなるべく赤にしたい、全てのステージ、一律言えるのは敵の HP をなるべく赤にしてから、オーバーキルを狙いたいっていうのは、これも当然第1周目と一緒なんですけども、まあそんな感じですね。で確かこのメラミ打ったんですけども、ドラゴンフライ一番右ね、オレンジにはならなかったと、まあ赤にはならなかったというところで、まあ、しょうがないんですけども、泣く泣くここは気合い試して、バイシとかけていく感じですね。ゲスタークを攻撃したっけな、してないよね、防御だよね多分。おそらく一番右のドラゴンフライは非常に赤に近い黄色だと思うので、ちょっと危ないなと。会心の一撃出しても死んじゃうし、なので黄色でチャレンジしてます。ギガスラッシュ、でこのとどめの時に会心の一撃が出るか出ないかでまたポイントが変わってきちゃうんですよ。これまた運ゲー要素で今回多分獲得するポイントよりかは、多分おそらくプラス1万から2万の間ぐらいまでしか多分現状届かないんじゃないかなと正直思ってます。いや分かんないですよ、いろんなやり方あると思うので、基本的にこれギガスラでとどめをさせていくような動画なので、ひょっとしたら竜が疾風剣の方が全然ね、まあ、刺さるっていう可能性もあるので、まあ、ドラゴン系に効きますから、これもミスってますね。なので、まあ、やり方がこれからね、まだまだこれ2日目ですから出てくるかと思うんですけれども、まあ、現状、まあ、2日目の攻略ですね。2日目の午前中までに、自分がやり得た情報、知り得た情報でやってる感じですね。で、バイシオンと。ここは3ターンあるので、まあ、ゆっくりできるかなというところですね。渾身切り。まあ、戦士だからそこまで、まあ武闘家のパッシブレベル50のやつ拾っちゃってるんで器用さ上がってると思うんですけども、それは力か、レベル20か20の方で器用さプラス10だか15だかそんな感じだと思うんですけど、それ拾っちゃってるんで若干危険ではあるんですけども、まあ微調整しております。これ必中剣でフレームですね。よいしょ、これも会心が出たら終わっちゃいます。これイオラ、微調整です。みんな、黄色なので
なるべく赤にする。これ絶対守りましょう。なるべく赤にする。よっこいしょ、一。で、第1周目と比べて、窓ハンドが仲間を呼ぶとか、そういっためんどくせえことが全くなくなったので、シンプルな、微調整稼ぎと、オーバーキル、稼ぎ。この2種類だけにこう特化されたかなとする感じですね。ヒートギズモね。一番右のヒートギズモもさ、ちゃんと俺計算してないからあれかもしれないけどさ、ピンチな気がするから防御したかな、ここ確か。通常攻撃しようか迷ったんだけど、防御を選んだ。そんな感じ。で、これもう3ターン目なので、ここでとどめを刺さないと、テクニカルボーナスを逃してしまうと。甘酸っぱいんだよ、これ。難しいよ、これ。メラミ。あ、でも赤になったか。そっか、96での赤か。非常に微妙な赤ですね。一番右は。で、よっこいしょ、一と。まあ、とどめを刺していく。これもしっかり3匹同時に倒しているので、テクニカルボーナスを拾っている。プラス 60% かな。そうだね、同時に倒すわ。結構これも大事になってきます。でも一番でかいのは4戦目じゃなくて5戦目なので、それまではちゃんとコツコツ稼いでいくことが大事。うわこれ絶対届かねえよって4戦目で思わずに5戦目まで行くことが大事かもしれないですね。3匹同時に倒す。ああもう見れなかったよ。まあみんな見れたからいいか。ここは3匹以上同時に倒してくださいねってとこだね。しかも2ターン以内だった気がするな。だから一発目で竜が疾風拳で左右を黄色にしていく。ミミックじゃない、人食い箱か。人食い箱の方が HP 少ない感があるからね、ここはね。はい。で、とどめを刺すにあたって、ギコちゃんのギガスラッシュに対して、バイシオン、バイシオン。で、やっぱりオーバーキル出すには、バイシオンと気合溜め。これ大事ですね。ルカニをしてる暇がない。一周目と違って。2ターン以内とか厳しいぜ、結構。はい。でこれザキされちゃったらもう運ゲーなんですけど、負けちゃうと、崩れちゃうと話が。左右の人食い箱は確かザキしてくんのかな、フォークブリザーとかしてくんのかちょっと忘れちゃったんだけども、ザキをされたらっていう、そういう話で、微調整が完了したら、まあ、イオラで調整ですね。あんまりダメージが通らないんで、そしたら、まあ、かなりこれ理想に近いかな。まあフォークブリザーと人食い箱微妙か。まあ微妙は微妙か。もうちょっとできそうだったね。よいしょと。で、これも同時に倒していく。2ターン以内にね。はい。で、これでテクニカルボーナス 30% か。ちゃんと拾えたと。回復も気をつけましょうねってところで、この時点で 245,973。そして、5戦目。最終戦ですね。そこに挑むと。3匹以上同時に倒してください。一撃で1000以上ダメージ出してください。8ターン以内に勝利してくださいって、そういう感じ。まあ、フルに使ってもいいのかなと思うんですけども、やっぱりターンボーナス実は大事だったりするみたい。チャンギコに関しては今回は、ターンボーナスは前回そんなに重要じゃなかったんで、今回はあんまり気にせずに使ってますが、なんか話によるとターンボーナスは結構稼げるみたいな話は聞きました。はい。で、このステージに関して超気をつけなくちゃいけないのが、一番右の狩猟の騎士が HP が少ないんですよ。で、続いてハンターフライなのか分かんないけど、ハンターフライと狩猟の騎士が、同じぐらいなのかもしれないんだけど、この2人がちょっと HP 少なめのパブロンですね。で、真ん中のスカルゴンがやたらめったら、タフ、タフ伝統なので、微調整するんだったらば、真ん中のスカルゴンが一番大変なんじゃないかなってところでね。予想以上に HP あるし、狩猟の騎士が HP が黄色オレンジになった時よりも、スカルゴンが黄色オレンジになった時の方が当たり前なんだけど、 HP が多いので通常攻撃だと、なかなか微調整しやすいのかなと。で、これもミスをどんどん連発していくというところで、非常にね、これでターン数がこう伸びてっちゃったりとかするわけですよ。冒頭に言った運ゲーっていうのはここですね。この調整がめちゃくちゃ難しい。普通に全ヒットしてても難しいのに、ミスったり、通常攻撃の会心の一撃で本当に崩れちゃうから、第1周目の方がめんどくさかったけど、やりごたえはあったし、まだちょっと正当だったかなと思う。今回に関しては会心の一撃がとどめで出ればスコア伸びちゃうし、なんだったら俺みたいながっつり課金してる人、25突してる人の武器の方がダメージ出ちゃうんで、シンプルにスコアが伸びちゃう。そういった仕様になっちゃってるので、課金無課金のこの壁が、でき始めてってるね、少し今。バキ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 って、こんぐらいまでできてる。これがバカバカバカって、ここまでできちゃったら、もう、完全に差別化。まあ、しょうがないんだけども、ビジネスですから、ゲームっていうのは。しょうがないんだけども、壁を作れば作るほど、ユーザーは離れてっちゃうのかなっていう、まあ、所感というか、そういうふうに思いますね、私はね。見てて、今までのこの、アプリのゲームの流れというか、そこら辺見ててそう思いますね。で、メラミ、よいしょっと。あ、そう
ここで一つ言いたいことがある。これね、1位を何個取ってもあんまり上級意味がない。1箇所で取って、まあ、保険として、2箇所取っといてもいいんだけど、25都通してる税だったりとか重課金税、廃課金税はできればみんなにチャンスを与えてほしいから、取っても1位は2個までにしておいてあげた方がこのゲームは廃れないかもしれない。廃れないための努力は、廃課金者、重課金者、だったりとか我々がね、一歩寄り添ってしてあげることなのかなと思いますので、みんな、1位、上級の1位を取るのは2箇所ぐらいまでにしとこうぜ。これギコちゃんとの約束な。もし約束破ったらハリセンボン飲ますからな。はい、そんなわけでそんな話をしてる間に、全員赤かな、もう全員赤かな、うん、この凍える吹雪よ、うん、めちゃくちゃ痛えよ、うん、呪われてからの凍える吹雪、ほんとね、即死に近いからね、ほんとに。あれ気合い試して次でとどめ刺しますよってところで道具の特約層で回復かな、確か。うん、死んじゃうからね、これね、普通に呪われてるから。で、これは防御だったかな、で、イオラだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけどね、防御だね。で、ギラかな、そうだ。もうかなり、微妙な感じにしてます。微妙に調整してます。しかし、この一番右のこの資料の騎士のベホイミをやめてくれよ、本当に300ぐらい回復するの、これ微調整なんだから、マジでえぐいって、ベホイミ。でもその分、ダメージスコア稼げてんのかな、ちょっとわかんねえんだけど、うん、で、通常攻撃でカバーって感じだね。で、ここもルカにかけていったかな、確か。もうハンターフライに、確かね、うん、そうだね、一応最大ダメージ出したいから。で、スカルゴンってドラゴンじゃないよね、これアンデッドだよね、ドラゴンに見えるけど。だから龍が疾風剣よりも全然ギガスラッシュのは効いちゃうよね。でもベホイミやめてよ、もうほんとこの骨ほんとにえぐいよ。後付け実況とかなんかね、滑稽に見えるかもしんないけど、すげえ思ってた。さあ、そしてラストギガスラッシュ、ここもとどめを刺していくことによってテクニカルボーナスもゲッチュ。さあ、会心の一撃がゼロでしたね、ギガスラッシュので。ここで89473ということで、累計スコア335446、33万ポイントですね。まあ、ここの後にまたボーナスが入りますので、うん、まあそれでもって感じだね。スカルゴの心は初日で S なんとかとか運がよくゲットできたんで、もう持ってます。竜王の杖と相性がいいということで。さあ、最終スコアなんですけれども、345446ってことで、まあハイスコア更新してるわけですけども、会心が出るか出ないかだけの話になっちゃってるよね、こっから先は。今のところね、俺の知識の中では25突してる人が会心の一撃を出しまくったら誰ももう勝てない。うん、でもその会心の一撃ってただの運要素、もうちょっとテクニカル要素あってもいいんじゃないかなって正直ギコちゃんは思いました。で、装備なんですけれども、さっきも言ったんですけども、途中で2匹眠らさなくちゃいけないっていうテクニカルボーナスがあるので、右のゲスタムアとゲスピサラに関してはコドラウィップを装備させています。これの上から2番目の眠り打ち、これが全体に向かって敵全体に、眠り攻撃をするってことなので、うまくいけば一発で2匹眠ります、3匹眠ります。はい、ミスすると1匹だけだったりするので、保険として、隣のゲスピシャルにもつけてる感じ。心はこんな感じですね。戦士には最男一番上の部分につけることによってフリー枠にね、気合いため使えるようにしてる形で、魔法使い2人にはキングスライムをつけることによって、素早さを補填して、ギガスラッシュでも早く動けるように、調整してある感じですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、装備に関してはまあ前回の動画とまあ、あんま変わんないんで、コドラビップ以外は。はい、皆さんもね、参考になるか分かんないんですけども、この運ゲー今後改善されるか分かんないですけども、楽しんでいきましょう。以上、ギコちゃんでした。バイ。